大阪市立大木町高等学校大阪市立大木町高等学校は大阪府大阪市北区中野島5丁目に所在した市立の高等学校学校等配合に伴い2008年度2009年度の2年間のみ大阪市この花区の大阪市立桜この花中学校高等学校内に校舎を設置していた普通科2006年募集停止 2008年3月廃止と人文学科2008年募集停止2010年3月廃止を設置していた。人文学科は1992年に設置された文学と歴史を重点的に学ぶ専門学科である。英語、国語、社会科、地理歴史、公民に関する専門科目が多く設定され、少人数形式で行う授業も多く設置されていた。 文学や歴史に関する校外学習や講演会を積極的に行うなど体験的な学習を重視したカリキュラムを組んでいた。学校名の大木町は旧制高等女学校時代の校舎が大阪市北区北大木町、現大阪市北区大木町2丁目にあったことに由来する。2008年に大阪市立この花総合高等学校と統合し、 中高一貫校の大阪市立昨夜、この花高等学校を開校した。これに伴って、新入生の募集を停止し、在校生も2008年からは昨夜、この花高等学校内に設置された新校舎に移転し、昨夜この花高等学校、この花総合高等学校の2校と同居する形になった。在校生が全て卒業する2010年3月、限りで閉行となった。 大阪市では、明治時代、大阪市立第一高等女学校、1889年、大阪府課来館、大阪市立第2高等女学校、1900年5月設置の2つの高等女学校を設置していた。しかし1900年の大阪府教育10可燃計画により、中等教育については、大阪府が普通教育を中心に担い、大阪市は、 商業学校など、実業教育を中心に担うことになった。これに伴い、大阪市立第一高等女学校は1901年4月に大阪府に移管され、大阪府立中野島高等女学校、現、大阪府立大手前高等学校となった。また、大阪市立第二高等女学校は1901年に廃止され、同年4月に、 大阪府立として新設された大阪府立、清水谷高等女学校、現、大阪府立清水谷高等学校へ、九州合併される形になった。1901年以降大阪市では、実業学校を中心に整備し、高等女学校など、中等普通教育学校は設置しなかった。一方で高等女学校への進学希望者も増加し、 入学難が問題化していた。府立高等女学校の入学難緩和の方策の一環として、大阪府教育中可年計画以降では、大阪市立として、初めての高等女学校をして、1921年に開設している。開校当初は、北区北野茶屋町、心賀小学校、現在の阪急梅田駅北側の阪急、電鉄高架下付近に、 仮校舎を設置した。本校舎は1920年に堺市へ移転した大阪監獄の跡地の一角を利用して建設され、1921年8月に完成。1923年には大阪市立高等女学校へ改称している。所在地の町名は当初本城大道町だったが、1924年に北大木町に変更され、 1934年に、大阪市立大木町高等女学校へ改称した。1934年には、千里山郊外学園を開設した。新京阪鉄道、現在の阪急京都線、千里線、嵐山線は、当時沿線の宅地開発を図り、三島郡千里村、三島郡日田村、豊野郡、小曽根村の行政協会付近、 現在の水田市千里三西3.4丁目及び豊中市寺付近にも宅地予定地として土地を所有していた。しかし駅から離れていて交通の便が悪いことや行政協会が入り組んでいることで手続きが面倒になるなどの理由で宅地開発には不向きと判断されて自然の状態で放置されていた。その土地について当時児童 生徒の健康増進のために、郊外施設の設置を検討していた大阪市の思惑と一致し、新京藩が土地を貸し出して、大阪市が整備する形で、野外活動施設、千里山郊外学園を開設した。千里山郊外学園には、大木町高等女学校のほか、大阪市内の修営尋常小学校、菅南尋常小学校、西天馬尋常小学校も、 自公独自の郊外学者を開設している。終戦後には、郊外学園の土地賃貸契約を解除し、新京阪の経営を継承した京阪神、旧高電鉄に土地を返還することになった。そのため1958年に郊外学園は廃止されている。郊外学園跡地は宅地として開発されている。1945年6月1日の第二次。 大阪大空襲で、大木町校舎を全焼した。そのため、被災直後の同年6月11日、北区何和町、天六交差点の南西、大阪市北天馬国民学校に移転した。さらに1946年9月2日には、北区、大阪市堀川国民学校、現、大阪市立堀川小学校への移転を実施している。1948年に、 北区道島西町三番地、現在の北区道島三丁目、大阪市立中野島高等学校、旧大阪市立中野島高等女学校内に移転した。1948年の学生改革に伴い、全日制普通科高校として、大阪市立大木町高等学校が発足した。当時大阪市立中野島高等学校、 大阪市立中野島高等女学校と道島校舎で同居していた。さらに、夜間家庭の大阪市立大木町大に商業高等学校、現在は大阪市立中央高等学校に登校も時間差で校舎を共有していた。1948年6月には大阪市立高等学校、旧制大阪市立中学校と生徒の交流を行って、 男女教学を実施した。大阪市立高等学校より、男子生徒45人、高校1年24人、併設中学校3年21人を編入している。その後1950年に、大木町、中野島の両校が合併し、統合後の名称は、大阪市立大木町高等学校となった。1957年には、大阪市北区多前町一丁目。 1978年、住居表示変更により、北区中野島5丁目3番96号に校舎を移転している。大木町、中野島両校の合併の際、新たな校舎を制定している。また新生高等学校発足当初は、旧生高等女学校時代の校歌を廃して、大阪市課を校歌代用にしていたが、大木町、中野島両校が合併の前後に校歌を制定している。 中野島への移転を機に、大木町第二商業高等学校は、従来の総合性から商業教育を中心にした教育課程に変更するため、大木町高校との校舎共有をやめ、北区松ヶ江町、大阪市立大木町商業高等学校内に移している。大阪市の市立高等学校では1980年代以降、 多様な学科を増設することで特色化を図る動きが進んだ。大阪市立の普通科系高校では普通科系列の科目を深く学ぶ専門学科を併設する動きが進み、大木町高等学校では1992年に文科系科目に重点を置く専門学科、人文学科を開設した。また、人文学科設置直後から芸術文化高校構想として、 人文学科に加えて演劇学科や美術、造形系学科を増設することを軸とした学校改革の検討を始めていた。大阪市教育委員会の審議会でも大木町高等学校の芸術文化高校への改編を検討していたものの具体的な改編実機については白紙の状態だった。2000年代になると中高一貫校である 大阪市立昨夜この花中学校、高等学校の新設構想が持ち上がった。これに伴い大木町高等学校と単独改編での中高一貫校の設置を検討していた大阪市立この総合高等学校について両校の構想を昨夜この花中学校、高等学校で統一して実施する形での二高等配合が具体化した。芸術文化高校構想は 昨夜この花高等学校での演劇化設置の形で継承されることになった。また、人文学科の教育実践については、昨夜この花高等学校総合学科の人文系列、開校語言語文系列に解消へと継承されることになった。大阪市立昨夜この花高等学校の2008年度開校が決定したことに伴い、 普通科は2006年度以降の募集を停止した。また2008年以降、在校生は大阪市この花区西九条6丁目、大阪市立昨夜この花高学校内の新校舎へと移転することになった。また昨夜この花高等学校の開校に伴い、大木町高等学校は2008年度以降の生徒募集を停止し、在校生が卒業する2010年3月に閉校となった。 旧姓女学校時代の大木町の敷地跡は、大阪市立大木町中学校、1995年、大阪市立天間中学校に、東方として使用された後、北の病院の建て替え用地となった。また、終戦直後に一時使用していた、道島の敷地跡は、その後 NTT 関連ビルになっている。 1957年から2008年にかけて使用していた中野島の敷地跡は2015年秋から2016年春にかけて解体された。休校舎は2010年夏大阪市水道局などが開発した大規模ミスト散布装置の実証実験に用された。また2011年3月に発生した東日本大震災では大阪市内各地から提供された。 救援物資を集積し、被災地へ搬送する拠点となった。2008年3月まで、2008年4月から2010年3月、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。